かね、今日これ見てください、アイリス大山のリンサークリーンなんですよ、これ。わかりますか？これ。あのね、ちょっとフックファミリーとしても、なんか、ケピアとか、そういう、スチーム的なやつにしようか、このアイリス大山のリンサークリーンにしようかね、悩んだんだけど、先行に先行化された結果、このリンサークリーンなんですよ。これはね、カーペットとかをね、ビューって水でね、洗ってね、汚れを吸い出せるのはね、他の YouTube をちょっと見たりしてるから、どのくらい実際本当に取れるかというのをやってみたいというお話なんですけど、あとはクフフとかね、このウルフフの、この、ぬいぐるみをね、いけるのかという、これ何気にね、やっぱちょっと、我々汚れかけてるんですね。この汚れかけをこのリンサークリーナーでね、私もほぼ、カーペットみたいなのカーペットみたいなの綺麗できんのか、それとも、ですよ、もう、すごい大惨事になるかもしれません。我々、皆さんとお別れするかもしれないんですよ。このリンサークリーナーの力が強すぎて、もう毛がブチブチ、おい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 みたいな、ベル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 みたいな、なんか毛皮を剥がれた羊みたいな感じになってしまうのかという、ことなんですよ。まあ、綺麗にできんじゃないと思う方はグッドマン。いや、羊それ危ねえぞだ。お前それで、あれだぞ。もう終わりだぞ。お前の羊の一生終わるぞ。という方は、バッドマンとかぜひ。まずね、そんな綺麗に取れるのかね、あとね、強中弱みたいなのあると思うから、我々のね、こういう背中とかも綺麗に汚れ吸い取ってくれるんじゃないかと、噂はあると。ということで、このリンサクリーナーね、これからの車旅にも使えますし、我々のこの美容ケア的なぬいぐるみの美容ケア的なものにも使えるかどうかは、乗ってみないとわからない。乗ってみましょう。ということで、今日はリンサークリーナーを買ったよという感じでした。ファミリーボクシング。ファミリーボクシング、ピューンってこれ飛ぶじゃないですか。焦点からの。場外ファミリーボクシング。これもあるからね、これ。クッフーの48の。クッフーギャグの。一つで取り入れてもいいかなっていう。これも検証中です。